皆さんこんにちは、タカです。ガイです。ケイトです。今日はマナルタイが普段どんな休みの過ごし方をしているのかお見せしたいと思います。結構ね、動画ではね、虐待とかね、いじめっぽい動画が多いからね普段は仲いいんだよっていうのをね、お見せできればいいなと思います。今日はケイタ君かわいそうがないことまずどこに行くんですか。どこで行くんですか。ですねおい、かわいそうじゃねえぞお前。世界で探しても帯広にしかない万栄競馬っていうところに行って全財産かけてみたいと思います。ちょっとお金下ろしてきたから今あれ、俺らってギャンブル集団だよそれじゃあ行きましょう。マナルタイ。はい、じゃあ競馬場着きました。今からこのでっかい馬たちがレースするみたいです。今度はキングっていう、おびっくりした、キングって名前でこれ餌あげてみ、餌あげてみます。おおかわいい、あげるよ、あげるよ、かわいい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 、なんか怖い、これ短いから怖いんだよ。ちゃんと焦らしたらダメだよ。ちょっと置けんじゃん。はいはい、キングが嫉妬してるよ。あ、でももうないって。もう食べたろお前。すごい、もうすごい、噛みつけ、噛みつけ、噛みつけ、キング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 の噛みつけ攻撃。でこくに食われそう。じゃあ僕は3番のダイリンレディを買いました。僕はドラゴン天竜買いました。僕は4番のジェイファイザーを買いました。名前はめっちゃみんな強そうだからね。そうそう、みんな強そう。じゃあ間もなくレースが発走されます。さっきね、馬に頭噛まれたそう、あのね、獅子舞的な感じで多分良くなってる、ね、取れてなかったんだけどね、そこはね、残念ながら。ケイタが勝つ確率が今のところ高い。そうですね、硬いね。行きましょう、行きましょう。マナルタイ。なんか緊張感がほら、あ、ほらほら、2がケータで、3がタッカで、4がダイね。頑張れって言って。頑張れ頑張れ、いやー、お4番いいんじゃない、落ちてきた、ジェイファイター、ドラゴン天竜、4番もしかいい、はい、4番もしかいいよ。4番いいんじゃないの。頑張れドラゴン天竜。2番ビリだ。あ、でも、あ、見てドラゴン天竜いけ、ドラゴン天竜。あ、9番やっぱ強いね。やばいやばい、いけいけいけ、全然来ないぞ全然来ないぞ。これだ、ジェイファイザー、ドラゴン天竜、頑張って、させ、ということで全員外れました。はい、競馬はほどほどに楽しみましょう。そうですねどうせ俺ら全財産なくなっちゃったけど、そうだあれ、ご飯食べに行けない、全財産なくなってたやばい。マナルタイ。こんな道路乾いてんだからお前、トロトロ走ってよお前、着くの夜になるべやマジで抜いて。あ？法定速度は守るよ。普段守ってないのに。はあ？バカ言うなお前。俺めちゃめちゃお前、ま、俺だべよ、守るべや。やっぱね、動画回ってるんでね、あんま飛ばせないですけどね。いや、まあ、そういう意見やめてください。本当に俺マジ飛ばせないから。いや、マジ。でもちょっとこれは遅い普通に。焦ってます。はあ？ふざけんなお前。マジでね。さ、炎上だ。ダイ叩きましょう、みんなで。やめろ、僕を筆頭に。ダイうざいってコメント待ってますって感じ、うん、ダイうざい人ボタンって感じ設置ね。お前1000超えるよ全然前行くわ切られてるからな俺。危ない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 。はい、じゃあ帯広駅に着きました。まあ、僕たちもね、34万人チャンネル登録者数がいるわけです。知名度調査しましょう。まあ、すぐ終わると思うけど、そう、声かけられたら、うん、終了みたいな。終了、じゃあ行きましょう。はい、じゃあね、この辺はね、若者が集まる街なんでね、ちょっとここで10分ぐらい経って、写真撮って、うん、すいません、すいません、はい、マナーですよね。はい、写真撮ってもらっていいですか。あ、いいっすよ。やば、
大さんとケイタさんですよね。はい。ちょっと、まずピーディーですか。あ、はい。やば。やばい。ちょっと近い、ちょっと近い。やば。ちょっと取りすぎじゃない？取りすぎ。ありがとうございました。うん、ありがとう。頑張ってください。うん、ありがとう。痛い。まあ、こんな感じで、締めとはこんなもんでした。マナルタイ。じゃあチーズハットクのおごりをかけてじゃんけんします。まあまあいいでしょう。え、何勝った人がおごり、負けた人3人分ね。せーの、男にじゃんけんじゃんけんぽん。あいこでしょ。あーやったーやったー。いやいや、まあおごりたいから。男にじゃんけんじゃんけんぽん。あーマジかー、残念だなじゃあ、買いに行きましょう。あれ、なんかさ、さっき馬の人参もなんかさっきは負けで、俺負けてやばい、俺ほんと払いたがりだから破産しちゃうかもしれないじゃあ、ケイタが買ってくれたチーズハットク、いただきます。いただきます。伸びる？うん、うまい。もう、うん、うまい。なになになに、マナルタイ。じゃあ次はクレープかけてじゃんけんします。また勝った人ね。勝った人がおごる。いくよ。最初はグッハイマンジじゃんけんぽん。よし。うわあ。誰勝った？でも今日クレープ半額だから。そうなんだよね。チーズドッグ結構高かったから。でもクレープ半額だから。はい、じゃあダイがおごってくれたクレープをもうケイタ食べちゃってるけど。いただきまーす。いただきまーす。全然半額じゃなかったね。半額明日だったわ。これマジでうまいわ。マナルタイ。じゃあ今からプリクラを撮るんですけど、400円するので誰がお金払うかじゃんけんで決めまーす。最初はグッハイマンジじゃんけんぽん。残念だな。え？え？男気ないんじゃない？じゃあ残念。え？どういう反応がいいんだろう。残念だな。最初はグッハイマンジじゃんけんぽん。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。マナルタイ。じゃあ次は誰が一番パンチ力あるか勝負しまーす。あー喧嘩して。普段ね、俺弱いみたいな感じになるから見せつけます。えっと。あっと、あっと。言うこと聞きなさい。マナルタイ。はい、ということで夜ご飯を食べに来ました。カツスパネ大好物です。はい、じゃあ早速試食して行きましょう。美味しかったね。美味しかった。ごちそうさまでした。めっちゃ仲良かった。ごちそうさまでした。じゃあ男気じゃんけんで開口会計決めます。めっちゃ心臓ドキドキするんだけど。なんでじゃんけんじゃんけんぽん。マジかー。ゴッドボギーじゃんけんぽん。今日やっぱ持ってるわ。マジでやばくない？あのね、ずっと言ってたの今もね。いや俺絶対俺だよって。あの今日ねやっぱね、あの馬に頭噛まれてるからね、まあ、全ては始まった。ってことでケイタに怒ってもらいます。ごちそうさまです。ケイタ君かわいそう。ケイタ君ケイタ君かわいそう思ったら。マナルタイ。はい、帰ってきました。マナルタイの休日はだいたいこんな感じです。いつもこう川の字になって3人で寝てます。うるせえ。寝てんだろお前。殺すよお前。うるせえよお前マジで。早く寝ろ。おやすみなさい。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、どちらかというとこの歌は楽しい方かな。サンバー。